そしてちょっとコクスポの方もちょっと行ってみたいと思います。ちょっと軽くね流す感じで、方向的に東向きの方しか撮りませんけど、これ今日はものすごく天気がいいんでですね、もう反対側というか西側の方というか東から西方向に来たらね、ほぼね撮れないと思います。山の口駅前の交差点をですね、そのまままっすぐ行きまして、山の口小学校、小学校ですね、ちょっと小高いところにあるんですけど、山の口小学校が今正面にあるような感じですね。ここをですね左に曲がりますとですね、今ね方向的にはですね真東というか普通に東の方向なんですけど、ここでねちょっと方向が、北北東今車のねコンパスを見ながら走ってるんでね、北北東の方向に行ってるんですね。ここ右側ですね、右側もそうなんですけど、左側もねもうすっかりなだらかになっちゃいました。ここね山だったですよね昔。ちょっとなんか山っぽいところが残ってるような感じはするんですけどね。けどもだいぶこう掘削されてるというか、あれこの左側にあったですね、なんか住宅、町営住宅みたいなのが、すっかりなくなってますね。なくなっております。これいつなくなるんだろうと思ってたらですね、いつの間にかなくなってましたね。まあ順調にね準備は進んでるのかなって気はしますよね。すごいですね、結構スタジアムもねすごい進んでますよ。これカメラ多分ね映ってないかな、ちょっとだけ映ってるかなちょっとねもう一回ちょっと逆光でうまく撮れないかもしれないけど、ちょっともう一回ちょっとねダメ元でチャレンジしてみましょうかね。はい、ということで今ちょうどね前方にこうスタジアムというかちょっと高い建物がね見えてるんですけどね、この辺なんかだいぶできてるなって感じですね。太陽はね今右側の方からちょっと照らしてるんで、ちょうどねこの辺の辺りはいい感じじゃないのかなと思いますけどね。まあ、工事は順調に進んでいるということで、まあいいんじゃないでしょうかね。ちょっとこう左側曲がってね見ようかなと思いますけどね。こう分かりますかね、なんかね重機とかねそういうのが入ってる感じですけどね。ちょっとねカメラをちょっと1台しか持ってきてないんでね、ちょっと撮れないですけどね。まあこの感じを見ただけでもですね、まあいい感じにできてるのかな。前回の動画の時よりもねちゃんとこう下の土台部分とかがちゃんと建物の手をなしてるかね、まあ、そんな感じに見えますね。そしたらちょっと次行ってみたいと思います。まあ、次というか反対側から撮るような感じですね。ちょっと先ほど見えにくかったとことかがしっかり見えるんじゃないかなと思いますけどね。右側ね団地の解体工事を行っていますので、もう解体工事はねすっかり完了したんじゃないかなって気がしますけどね。この右側です、この右側の方団地があったんですけども全部なくなりましたね。まあ、多分ね駐車場になるのかな、なんかそういう施設になるのかなと思いますけど。でこの携帯電話の鉄塔のあるところの右側ちょっとね山みたいなのが残ってますけど、ほぼほぼあんななだらかな山じゃなかったです。もっともう本当に普通の山だったんですけども、すっかりなくなっちゃってですね、今走ってる右側の方なんかもうすっかりさら地になってるような感じですね。
はいはい、ということで、まあ、結構あの時間にして30分ぐらいかな、30分ぐらい走ったんですけど、あの取れ高としては、まあ、十分だと思うんでね、今からまたあの都城市内の方に帰りたいと思います。あのドライブ動画はですね、あの私のチャンネルの中でもね、割とあの人気のあるコンテンツだと思ってるんですけどね、あの再生数とかはね、まあまあいいんですよ。ちょっとねレベルの低いあの鉄道動画よりもですね、こういうあのドライブ動画の方がね、なんか結構喜んでもらえてるのかなという気はするんですけどね。前も言ったことがあるんですけど、あのあんまりね、あのこう取っ手出しが可能というかですね、あのほぼほぼ編集がいらないですね。で、まあ、こうやって私、まあ、こういろいろ喋るんですけど、まあ、基本この喋りをですね、トークを、まあ、活かしながら、あのたまにね全然不必要なことも喋っちゃったりしてるので、そういうのはね基本的にあのカットしたりするんですけどね。まあそういった感じで、あのあまり編集にそんなに手間がかからないというメリットがあります。はい、あの鉄道の場合はですね、いろいろ素材としてですね、いろんなあのシーンを撮ったりするんですけど、もうあの素材の数がですね大きくなりすぎてですね、あの非常に大変です。はい、ただドライブ動画ですね、あのこれもうずっとカメラ回しっぱなしでですね撮ってるんで、もうあの1本の素材の時間が長いんですよ。まあ、長い時はずっとあの 4,5 分ぐらいね回して撮ってるような感じで、まあ、の信号とか引っかかったらそこで一回カメラを止めたりするんですけどね。まあ、そういうこともあるので、ちょっとドライブ動画はねちょっとあの重宝しております。はい、今ね、あの都城市内の方にねまた国道269号で戻ってるとこなんですけど、ちょっとねそんなにね、そんなにちょっと横からね、横前右斜め前方からですね、ちょっと照らしてるっていう感じで、ちょっとまたちょっと西の方に思いっきり方向が変わるかもしれないですけどね、ちょっと今やや前方の方からね、光が差してきてるんでちょっとね逆光気味なんですけどね、ちょっとこのまま、続けていきたいと思います。ねちょっとなんかね気になってるのがあって、都城渋志道路、都城インターチェンジ、あの辺りのね工事がねどうなってんのかなっていう感じで、残りの都城インターと直結するところのですね、工事が終わるのが多分ですね、来年度、令和6年度って言ってるから、令和6年度って言ったら来年の4月から再来年の3月までですよね。だからその間に開通するのかなという、まあ、そんな気がするんですけどね。まあ、工事ね進んでんのかなっていう、まあ、ちょっと気になるところではあるんですけど、ちょっとね行ってみようかなと思いますけど、眩しいですね非常に眩しい。ちょっとサンバイザーを下ろします。もうカメラだとねもうあのすごい光がものすごく差してるような感じですけどね。ここの今三股町にちょこっと入る、ちょこっとしか結構入るんですけどね、三股町走ってるんですけど、ここね田出池ですね、田出池っていうところ、ここのねちょっと先のあたりは結構なんていうのかな、お店とかコンビニとか食べ物屋さんとかね、この前も言いましたけど、肉うどんのふみわっていう店があるんですけどね、まあ、そういうのが新しくできたりしてですね、新しくて移転オープンしたんですね。で、まあ昔から、ね、結構にぎわってる感じのとこではあるんですけどね。
はい、ということで、国道269号ですね、またうどん屋さんの麺食いとかですね、その辺のとこまで帰ってきました。で、ですね、神の山の交差点があるんですけど、そこを右折してですね、ちょっと東北町方面にですね、ちょっと行ってみたいなと思います。ちょっとねもうがっつり西の方向に行っちゃうんでね、もうほぼちょっとね撮影にはならんかなと思いますけど、ちょっとまあ様子を見ながらね、そこはやっていこうかなと思ってます。